とても紛らわしい単語ですが、こちらのどちらが正解かわかりますでしょうか。正解は B。 アダプトの核の意味は選んで採用する、で、ここから新しい技術や理論を採用する、さらに採択する、用紙にするまで発展します。このアダプトの後ろの OPT はオプションにも使われています。なのでオプションと関連させれば、こちらの方のアダプトと綴りで混乱することはなくなりますね。一方、こっちのアダプトの後ろにある APT はそのままの形で Be apt to 何々に適したしがちなにも使われています。これも関連させて覚えておくと有効です。ちなみにアダプトの名詞形アダプターも日常語ですね。電化製品の AC アダプターもここから来ていて、コンセントの交流電流を電化製品で使うための直流電流に適合させるためのものですね。